こんにちは、つれづれママです。このチャンネルでは一冊の本を自分勝手に解釈して皆さんにお伝えしています。あくまでも自分勝手な解釈ですので、正しくお知りになりたい方はぜひ実際に読んでみてくださいね。さて、船瀬俊介さんの世界を騙した5人の学者の4人目です。 今回は病院現場について鋭くメスを入れたものになっています。まず、現代医療の目的って何でしょうかそれは、1、人を死に至らしめる。2、人口の減少。3、利益追求。これだけ聞いただけでも、そんなはずがないと思われるかもしれません。 私も病院にかかったことが何度かありますが、とても優しく親切な先生に見ていただき、おかげで病気が治ったという経験はもちろんあります。病院というのは病気や怪我を治しに行くところですからね。しかしアメリカで言うと死因の一位は遺伝病となっています。これは医療が原因で起こる病気ですが、 そのほとんどは心不全として処理されるそうです。また、癌治療を受けた患者の平均余命を調べると約3年。病院での治療を拒否した患者の平均余命はなんと12年6ヶ月なんだそうです。つまり、抗がん剤、放射線治療、手術という三大療法で殺されているということになります。 日本でも実際に調べた医師がいらっしゃいます。ある大学病院のインターン医師が1年間ガンで死んだとされる患者のカルテを調べてみると、その80%がガンでは死んでいないということが判明したんだそうです。では何が死因か先ほどのアメリカと同様、現代のガン治療とされているものが原因となっていたんです。 この医師はすぐさま医学部長にこの論文を提出しました。しかし医学部長は彼の目の前で論文を破り捨てたそうです。バーノン・コールマン医師の告発シリーズはイギリスでベストセラーになっているそうですが、この中で彼は医者好き、病院好きほど早死にすると断言しています。 コールマン医師はさらに処方箋とワクワクが一番危ないと警告しています。処方箋薬を飲んだ人の少なくとも40%が命に関わる重篤副作用を経験していると言うんです。また、がんの治療についても現在のがん治療は何の役にも立たないと断言しています。 癌の80%は予防できることが広く知られているのに死亡率が未だ高いのは医者がこの事実を受け入れていないからだと言っています。また、ロバート・メンデルソンという医師が書いたベストセラー、医者が患者を騙すときの中で医者、病院、薬、医療機器という現代医学の これらの9割がこの世から消えてなくなれば人類は健康になれると言っています。ここまで確信したのには根拠があります。1973年、イスラエルの全土で病院がストに突入しました。ストは約1ヶ月間続きましたが、その間なんと死亡率が半減したんです。そしてストが解除され、 病院が再開されると死亡率は元に戻りました。メンデルソン医師は医療費の9割分は有害無益だとしています。世界の年間の医療費が約1000兆円として、そのうちの900兆円は不要だということです。日本で言いますと、年間約50兆円のうち、 45兆円は不要です。これを教育費や福祉に回せば、みんなが健康で幸福に長生きできるのではないでしょうか。しかし、99%の医者は沈黙を守ります。現代医療を批判することは、自らの首を絞めることと同じですからね。そう。 患者の医療費はいつの頃からか金儲けのために存在するようになってしまったんです。ここでまた一つ驚くべき事実があります。科学士が発表するデータの半分以上が捏造されているというんです。理由は製薬会社との癒着です。でっち上げ論文で審査を通せば 莫大な賄賂が手に入るというわけです。なんと新薬臨床試験の3分の2以上はデタラメだということです。薬を信じていたら大変な目に遭いそうです。病気の9割は自然に治るんだそうです。体には繊細で高度な自然治癒力があるからです。 免疫力を上げる一番の近道は薬をやめること。風邪をひくと発熱や咳、下痢などの症状が現れます。これは人体に備わった自然治癒力が風邪という病気を治すために発症させているものです。ですからこれらの症状は治癒反応なんです。しかし近代科学はこれらを病気と勘違いしています。 そのため、下熱剤、咳を鎮める薬、下痢止めなどの対処療法を行います。この対処療法により、治癒反応は打ち消され、病気は固定化し、慢性化してしまうこともあります。人間本来が持っている自然治癒力を手助けする最善の方法は、食事の改善です。それは、再食。 断食にあります。正しい菜食で体の毒を減らし、断食で排毒します。ところで医療に大変革をもたらし、独占支配体制を確立したのは誰でしょうそれはジョン・ D ・ロックフェラーです。闇の勢力の計画では、地球人の90%を削減することになっています。 そんなことが可能なのでしょうかいえ、もうすでに実行に移されているんです。コロナのワクワクもその一環ですよね。さて、いよいよ今日の本題の登場です。医学の父、ルドルフ・ウィルヒョウ。誰が医学の父という王冠を被せたかというと、もう想像がつきますよね。 かのロックフェラーです彼は医学理研を独占するために医学教育を独占することを考えました。そして医学教育独占のために医学理論を独占することを考えました。そこで世界中の医者や研究者を洗脳し育成する必要性を感じました。そのお眼鏡にかなったのがウィルヒョウだったんです。 ここでウィルヒョウの簡単な紹介をしておきましょう。ウィルヒョウはドイツの医師、病理学者、歴史学者、生命学者、政治家、白血病の発見者として知られています。プロイセン陸軍士官学校で医学を学び、1843年にベルリン大学で博士号を取得。 1856年からはベルリン大学の病理学の教授を務めています。最終的にはベルリン大学学長に就任しています。彼は医療はすべて政治である。政治とは大規模な医療に他ならないとして医療界を飛び出し、ベルリン市議会議員、プロイセン王国下院議員を経て、 来非議会議員に上り詰め、13年間も議員として活動しました。さらに、新歩党の成立に参加し、創立者として頂点を極め、ビスマルクと政治的に対決したこともあります。政治家ウィリヒョーは、公衆衛生の改善を広く訴え、下水道の普及に力を尽くしました。このように、 前世も行っています。その後も彼の好奇心はとどまることを知らず、1869年には人類学、民族学、戦士学の学会を設立、さらに考古学調査にも力を尽くしました。1884年にはロンドン王立協会の外国人会員に選出され、3回にわたり、 名誉メダルを授与されています。花々しいプロフィールですね。闇の勢力がこのウィルヒョウを近代医学の神様に祭り上げたのには訳があります。まず、圧倒的な政治力。逆に闇の勢力のお眼鏡にかなったので出世の階段を上り詰めたと考えられなくもありませんが。それからもう一つは、 この頃起こった正規論と機械論の論争にあります。正規論とは、それ以前からある考えで、生命とは不思議な正規によって司さどられているという考えです。それに対する機械論とは、産業革命の頃から出てきたもので、生物とは所詮成功な機械のようなものに過ぎないという考えです。 正規論者は正規とは科学的に説明不能な神秘的な存在であるとしているのに、機械論者は正規の存在を科学的に証明しろと迫りました。そして機械論者は一方的に勝利宣言をしてしまいました。この機械論の急先鋒がウィルヒ表だったんです。機械論は 生命も所詮物体に過ぎない。自然に治るなどといった神秘的な力も存在しない。病気や怪我を治すのは我々医師であり、医薬であり、医術だというのが根本的な考えです。この宣言を大いに歓迎したのがロックフェラーです。ウィリヒョウの頭上にさらに豪華な医学の王冠を授けたのでした。 ここから近代医学の悲劇と喜劇の歴史が始まったのです。それまでのヨーロッパ医学では、自然療法、生体療法、心理療法、動種療法、ホメオパシ、薬物療法、これらが共存していましたが、すべて弾圧され、排除されました。そして残ったのは、 薬物療法のみです。以来200年近くにわたって人体機械理論は医学理論中枢を独占することとなりました。現在の世界の大学でもホメオスタシス理論や自然治癒力については一切教えられていないようです。ここで新しい医学について話をしてみましょう。波動医学というものです。 これは波動理論が根本にあります。宇宙のあらゆる存在は波動であるから、人体も波動であるという考えです。ここで正規論が復活してきます。つまり正規とは波動エネルギーです。正規論イコール波動医学です。波動医学とは未来の医学と言われますが、実は以前からあった考えなんです。 ウィルヒョウ理論はすでに160年以上も経過したカビの生えた学説であるにもかかわらず、それに反するものは未だ徹底的に排除されています。ウィルヒョウ理論による人類洗脳こそが闇の勢力の飯の種なんです。それを守るために向かってくる敵を闇雲に打ち続けています。 それに政治権力やメディア、学会まで援護射撃に加わっています。医学の恩恵を受けるべき人類大衆は蚊帳の外にいるわけです。ウィルヒョウの問題について話を進めていきましょう。ウィルヒョウは、癌細胞はひとたび生まれると無限増殖して患者を死なせてしまうと考えました。しかし現在、 人の体内には毎日5000から6000もの癌細胞が生まれる。それでも癌にならないのは免疫細胞が攻撃、処理しているからだということが分かっています。それが NK、ナチュラルキラー細胞です。しかしその後も医学界では NK 細胞の存在は無視されたままです。それを認めることは がん治療の否定につながるからです。つまり、抗がん剤、放射線、手術の三大療法が根底から否定されてしまいます。それは世界の医療利権を牛耳る闇の勢力にとって死活問題となります。ですから、NK 細胞の存在すら未だ目殺されているんです。ついでに言うと、 抗がん剤を投与すると、この猛毒が、まず NK 細胞に襲いかかります。いわば、大量虐殺のようなものです。大量殺戮と巨大利権。わかりやすく言えば、人殺しと金儲け。しかし、人々は聞く耳を持ちません。ワクワク注射についても同じことではないでしょうか。 こんなに危険性が叫ばれているのにもかかわらず、行列に並んでしまっている。医療を大量殺戮の道具とした最大の責任者は、この無知なる大衆かもしれません。ウィルヒョウの罪は続きます。食事への言及が皆無だということです。ほとんどの医者は、好きなものは何を食べてもいいですよと言いますが、 現代人の最大の食べ間違いは動物食です。肉を食べない、新鮮な野菜や果物を多く食べる。これを続けると健康になるのに、医学界ではこのことはタブーです。また、癌細胞が生まれると無限に増殖して患者を死に至らしめるといった考えが、後の癌は不治の病。 という名神の大元になりましたさらにがんは部分の病気なので早期発見で除去すればいいと唱えましたしかしがんは血液の汚れから生じ体質の悪化による全身病なんです部分除去すればいいという考えから抗がん剤や放射線で盛る薬、切るの三大療法が 今も医学界を独占しているんです。そしてもう一つ、癌のストレス原因説を否定しています。ウィルヒョウは、癌のみならず、感染症まで否定しています。1882年、ロベルト・コッホが結核菌を発見しました。しかし、ウィルヒョウは、細菌感染などあり得ないと真っ向から否定しています。 その後も多くの学者がウィルヒョウの圧倒的権威により葬り去られました。また炎症とは感染症の一種なんですが、ウィルヒョウは炎症という言葉を頻繁に使用していながら、細菌感染が炎症の大きな原因の一つであるなどと思ってもいなかったようです。いかがでしたかこのような 無知で低レベルの医者を医学の父の座に忘り上げたロックフェーラーの罪はあまりにも大きいのではないでしょうか。そして、未だ世界中の大学医学部でこの医学が中心となり享受されているんです。大学病院だからダメ。個人病院ならそんなことはない。こういうレベルの話ではないでしょう。なんと言っても、 大学で医学を勉強してきたはずの医者が間違った医学を教えられ、それを当たり前だと思い込んでいるんですから。心から患者のことを考えている医者も当然多くいることでしょう。でも、その医者の知識がそもそも間違っているのですから。患者のことを思えば思うほど、間違った方向に患者を導いてしまっているということも考えられないでしょうか。 ですから、私たち一人一人が自分の体を普段から見つめ、自分の体にとって何が本当にいいのか考えること。よく考えないで人の言いなりにならないこと。こうして自分を守っていくしかないのではないでしょうか。そうすれば、少しずつでも現在の医療が変わっていくような気がします。諦めずに頑張りましょう。 それでは今日はこの辺で最後までご視聴ありがとうございました。また次回をお楽しみに。さようなら。